はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。はい、今回は、香類焼酎、買ってまいりました。大抜擢です。香類焼酎マニアの皆さん、お待たせいたしました。こちらはですね、どこで買ったかというと、声優ですね。スーパー、24時間スーパー声優で購入いたしました。原材料が、糖蜜。だけですね。アルコール度数25度。容量が4リッター。で、値段が1650円ぐらいかな。1600円ぐらいでした。製造者が合同酒精株式会社です。オエノングループのやつですね。サトウキビ糖蜜 100% 使用。まあ、オエノングループなんで、問題ないだろうということで買ってきました。まあ、クオリティ高い会社ですからね。香類焼酎の、あれでは、クオリティ高い、ね、会社なんで。それではね、早速飲んでいきたいと思います。本当は最近ね、あれ飲んでないんで、香類焼酎ね、ちょっとなくなったんで、何買おうかなと思ってたんですけど。で、なんだっけ。金宮焼酎の4リッターの、バージョンのやつ、買おうかなと思ってたんですけど、ね。まあ、いっかと。で、乾杯。うん。あ、美味しいですね。甘さはそんなにないけど、まあ、ほのかにあるぐらい。飲みやすい。大抜擢。大抜擢。焼酎。大抜擢とか。焼酎、声優のね、ネットスーパーでも買えます。うん。ネットスーパーで、売ってますんで。あれ。ネットスーパー。アマゾンで買うとちなみに、ああ、出てこないか。まあこれ多分、俺の、まあ声優でしか売られてないのかな。この大抜擢ってやつね。焼酎、金宮焼酎のスキヤネンってやつ。4リッターのやつ。が2845円。なんで、まあ、1000円以上、こちらの方が安いと、いうことです。なってますね。声優で4リッターが、1748円ですね。ごめん、嘘ついた。1600円は20度のやつだ。1748円ですね、これね。1748円。となっております。あと最近俺が気になってる焼酎としては、美味しい菊川焼酎ってやつね。これどこに売ってんだろうな。美味しい菊川焼酎。美味しい菊川焼酎。っていう。スーパーマーケットチェーンマルエツのプライベートブランド。ああ。あ、でも美味しいですね。普通にね。うん。普通にうまいですね。クオリティ高えな。やっぱ、オエノングループ合同酒精はクオリティ高いですね。うん。うまい。でも、ああ、でも一風とかも飲みたいな。一風ね。未報酒類株式会社。これどこだこれ。未報酒類株式会社ってとこ。
笠焼酎もこの会社なんだ。一風ってやつね。俺これ買ったっけ？まあ、買ってないよね。一風ね。うん。一風。一って書いて、風って書いて、一風ってやつ。25度。半世紀以上の間、焼酎作りを行ってきた確かな技術と最新の設備によりスムースな、飲み口で飲んだ後に、清涼感すら感じるスッキリとした味わいです。これ売ってるんですよ、近くの、一風ってやつね。近くの、なんだ。ドラッグストアに売ってるわ。これ今度買おうかな。これなくなったらね。やっぱさ、合同酒税とかさ、あと、宝酒造とか、結構、どこでもあるような焼酎って、どこでも売ってるような、その焼酎の、その会社、焼酎香類の会社って、やっぱ安定感はあるんだけど、ちょっと面白みがないといえばないんですよね。うん、確かに。確かに面白みがない。その知らないメーカーを買って飲んだ時にうめえってなると、ちょっと嬉しいよね。それはあると思う。まあ、ただ、まあ、まずいのも中にはあるんで、本当にまずい大五郎とかね。ガチでまずいんで、恐ろしいですね。本当になんでこんな大五郎は本当にこんなまずいのかわからないけど。わからないですね。全然わからないですね。大五郎は本当にまずい。まずすぎて本当にどうなってんだっていうレベルですね。どうなってんだっていうレベル。本気で。合同酒税株式会社とか、宝酒造。むしろサントリーとかも、サントリーの香類とかだと、ああ、あれがあんのか。大樹氷。あれもまずかったな。サントリーの大樹氷もまずかったですね。俺、普通にまずいと思うな。大樹氷。うん。これは東京都内の、スーパーの精油全般で多分売られてると思うんで、美味しいです。辛みも全然ないし、非常に飲みやすいですね。宝酒造の、宝焼酎とかに比べると、全然辛みがないんで、宝焼酎の、宝焼酎はかなり結構辛みが強いめのタイプなんですけど、これは、非常にまろやかで、飲みやすいですね。これはクオリティも高いな。値段も安いし、これはクオリティ高いですね。大抜擢。大抜擢クオリティ高えな、本当に。マジで。クオリティ高えぞ、この大抜擢。まあでもやっぱりこういうのは、ストレートに飲むよか。ね。皆さんお分かりの通り。レモンを入れて炭酸水で割って飲むというのが安定した飲み方で。全然酔わないしね。うん、こういうのなんかね、勝手にね、さ、何回も俺言ってんだけど、勝手に、なんか安いからまずいとかって
考えてる人結構いるんですけど、安いイコールまずいって考えて悪酔いしやすいとかさ、勝手にさ、なんかさ、言う人いるけど、ね、それ実は逆なんだよね。実際、安くて、全然、値段的にも安いし、で、全然悪酔いしないし、香類焼酎は本当に、だってさ、居酒屋で売ってるさ、酎ハイっていうか、サワーか。サワーってさ、基本的にこれだからね。基本的にこれだからね。でも4リッター1748円か。どうなんだろうな。同じ多分合同だと、セブンイレブンの焼酎ってあれ合同だったっけ？セブンの焼酎。セブンイレブンの。セブンプレミアム焼酎。どこのあれだ？どこ会社だ？これ。多分合同か。あ、でも、1782円だって。セブンプレミアムの焼酎。セブンプレミアム焼酎。あれ？どこだこれ？どこ会社だこれ？あ、合同主製ですね。変わんないですね。これと変わんない。でもセブンプレミアなんてセブンイレブンなんてどこでもあるから入手しやすいよね。うん。あと逆に俺が飲んだことないっていうと、あ、ホワイトボールとか飲みたいですね。ホワイトボールとかね。あとなんだっけ、よくある、2チャンネルとかで、話題になるさ、なんだっけ、やばい系の焼酎の代名詞である、あれなんて言うんだっけ。4リッター焼酎の代名詞みたいな。ガブガブくんね。ガブガブくん飲んだことないです。これちなみに、ガブガブくんは、焼酎香類なんではないんで、ボッツ類なんですよね。しかも5リッターしか売ってない。ガブガブくんは確実にやばいですね、これ。ボッツ類なんで悪酔いしやすいでしょうね、これは。値段がね、2894円。5リッターで2800だったら、まあ安い方なんですけど。でもまあこれよか高いですからね。さすがおつるいといったところか。コーンスターチと麦を使っている麦焼酎ですね。いわゆる。麦焼酎は、まあ、いいかな。麦焼酎は。麦焼酎は飲まなくていいな、俺は。柿ピー食べよう。でも有名どころ、4リッターの焼酎って有名どころで俺飲んだことないの結構あるもんね。
同じ会社から出てても、名前違うと結構味違ったりする場合もありえなくはないかな。ありえなくはないかな。そこがなかなか面白いところで。まあ、名前違うからは、まあ味違うんだろうなっては思うんだけどさ。まあでも有名どころでまずいのって言ったらやっぱり大五郎と、あと大樹氷ですね。俺の中だと。大が作るやつはまずいっていう。あ、これ大抜擢。これ大じゃねえか。あ、ビッグマン飲みたいですね。ビッグマン。ビッグマンの CM がある。スーパージャイアント。ホワイトボールとか飲んでみたいですね。売ってねえんだよな。あ、これも飲みたい。北極星、札幌ビールの。札幌のさ、この北極星とか飲んでみたいな。焼酎。あと、札幌焼酎。札幌焼酎とか飲んでみたいですね。これ飲んだことないんだよね。すっきりした焼酎とまろやかな焼酎をブレンドすることで飲み口マイルドな焼酎って書いてある。2個、2種類あれブレンドしてるんですね。へぇ。美味しい菊川焼酎、これも買いてえな。菊川焼酎。そういや、関係ねえけど、関係なくはないのか。関係なくはないんだけど、ピュアパックだっけ？宝焼酎のピュアパックってのを飲んでみたいですね。たださ、焼酎ってさ、大体さ、香類焼酎ってさ、どれもこれもさ、大体さ、でけえから、これ飲みたい、あれ飲みたいって言って買えるもん、白もんじゃないんですよね。値段は安いんだけどさ。でかいからさ、そう簡単に買えるもんじゃないんだよね。それがちょっと残念ではある。でも最近飲んだやつで外れたやつなんてないけどね。最近飲んだやつで外れたなって思うやつって。でも宝焼酎のピュアパックは俺飲んだことないからな。ピュアパックだっけ、紙パックのやつ。紙パックのやつ。あれ、何が違うの？宝焼酎マニアのユッキーとしてはちょっと買いたいですね。うん、何が違うのか、さっぱりわからない。だからさ、なんつうのかな。同じこの合同酒税でも、セブンイレブンと、の焼酎とこの大抜擢で飲み比べたら味違う可能性もあるんじゃん。それが面白いよね。具体的に何を変えてるのかっていうと、これだとサトウキビ糖蜜 100% 使用だから、
あれなんだけど、焼酎、香類だと、サトウキビ糖蜜と、なんだっけ、サトウキビ、あれ何使うの、原料って2種類ぐらいあるよね、たまにね。原料がさ、2種類ぐらいある焼酎あるじゃん。あれこう味が違うのか、まあ、かといってどうなんすかね。でも宝は結構違うんだよね。宝焼酎は大体がして、これ原料があれなんだっけ。ちょっとごめん、俺あんまりそこまで知らないんだよ。あれなんだっけ、宝焼酎の原料。サトウキビ糖蜜とサトウキビとか入ってたりするんだよね。あとコーンとかさ、コーンは入ってないか。コーンはさすがに入ってないか。サトウキビと糖蜜とかさ。2種類入ってたりするんだよな。これは1種類だからいいけど。どっかに原料載ってねえかな。宝酒造。宝酒造の宝焼酎は何使ってんだ。ちょっとググってみましょう。あ、ないな。書いてねえな。原料書いてないですね。原材料を書いてない。おい、ちょっと原材料書いとけよ。なんで原材料書いてねえんだよ、ほら。ふざけんなよ。ん？サトウキビと糖蜜だったっけ？あ、サトウキビ糖蜜とトウモロコシ。あ？サトウキビ糖蜜とトウモロコシ。違うな、これ別のやつだ。何加えられてんだっけ？ちょっとごめん。ごめんね。あ、あった、書いてあった。宝焼酎のピュアパックは、ピュアパックだけど、トウモロコシとサトウキビ糖蜜と大麦が入ってんだ。全然違うじゃん。3種類も入ってる焼酎って珍しいよね。ってことはだ、宝焼酎のピュアパックがそうだってことは、宝焼酎もトウモロコシ、サトウキビ糖蜜とか大麦入ってんのかな。すげえですね。3種類も入ってるんだ。宝焼酎って大体多いよね、確かね。だからあんなにあれなのかなと思ったんだけど。あれ？うん。だからなんか多いのかな。多いから、やっぱりなんか、クオリティ違うなっていう、まあ、クオリティ違うなっていうことないけど、結構辛いは、まあ、辛い。あ、書いてあった、書いてあった、書いてあった。宝焼酎25度はですね、トウモロコシ、サトウキビ糖蜜、大麦だ。だから変わんねえのか。
ピュアパックと多分変わんないです。でも3個も入ってるんですよ。やっぱそこが違うんだな。で、大麦が入ってるのは結構違うんですよね。うん。普通のさ、焼酎ってさ、これもそうだけど、砂糖きび糖蜜 100% 使用が大体普通なんだよね。で、たまに、砂糖きび糖蜜とトウモロコシが入ってたり、するんだよ。でも、大麦が入ってるっていうのはなかなかない。トウモロコシが入ってるのは結構ある可能性もある。確かに、どうだったっけ？そんな感じだよね。で、もしくは、砂糖きびと糖蜜とか。砂糖きび、点、糖蜜とかなってん。たりするのよ。うん。え、それ一緒じゃねえのって思うけど、俺もわかんない。うん、これの場合、糖蜜って書いてあるからね。糖蜜。なんだかもわかんないです。砂糖きびの糖蜜なのか、何の糖蜜なのかっていうのもわかんないけど。これちょっとあれですね。砂糖きび糖蜜って書いとけよって。まあ、ここにさ、左の方に砂糖きび糖蜜 100% 使用って書いてあるから、まあいいんだけど。っていうことっすね。まあ皆さん、なかなかこの、香類焼酎は、マジで、あれだから。香類焼酎舐めてると本当にあれだよ。最近で舐めてた人間がね、俺がよく見るね、生主のね、ジャンクマンって人ですね。ジャンクマンって人がめっちゃ舐めてて、4リッターの焼酎を俺が飲んでるってコメントしたら、4リッターの焼酎って、なんか、すげえ、悪酔いするんでしょとか言って、安いやつとか言っててめっちゃ舐めてたから。それ嘘だぞって俺が教えといたんだけど。あれは多分ダメだね。人間、一回こう、これだって思っちゃうと、もうダメだから。なかなか考え直そうとしない人間が多いから。うん。やっぱ連続式蒸留っていうのは大体使ってない、だから分かってない人が多いよね。うん。香類焼酎って連続式蒸留って言って、まあ、蒸留を何度も繰り返してるから、不純物が非常に少ないんですよ。で、不純物が非常に少ないとどういうことかっていうと、悪酔いしにくいんだよね。うん、そういうことなんだよね。悪酔いしにくいから、飲んでも、次の日に残ったりしないんですよね。うん、だからそれ分かってない人が多すぎるんだよ。安いイコール悪酔いするとかさ。勝手なんだよな。本当に勝手なんです。ものすごい。勝手なこと言ってんなよって。もうちょっと製法についてちょっと学んどけって。まあ、学んどけって言ってもな。こういうの飲むやつって大体ほら。低所得者層、低所得者層とか言うでしょ。じゃあさ、居酒屋で出てくるサワーとかさ、レモンサワーとかなんてさ、100% これ使ってるからね。これを大体こんぐらい入れて、で、あと炭酸とレモン、これ、ポッカレモン入れて出来上がりですよ。まさに俺が今作ったのと全く変わんないのに、それなんだよ。そういう扱い。だって居酒屋なんて誰でも行くでしょ。居酒屋なんて誰だって行くじゃん。ね。それなのに、この扱いだからね。焼酎、香類。ほんとふざけんなと思うよな。ほんとに。かわいそうだよ、香類焼酎。ほんとに好きな人増えてほしいですね、この動画でね。ほんとに増えてほしい。コク、甘み。甘みはそこそこあるんじゃない？うん。
ほんのり、ほんのりとした甘み。まあ、香りはないだろうな。いや、これは買いですよ。値段も安いし。クオリティ高いし。これは、クオリティっていうか、値段安いでしょ？すげえスッキリとして飲みやすい。ストレートに飲んでもほとんど、辛さを感じない。これはクオリティ高いっす。これはもう普通に五つ星でいいっしょ。これは五つ星安定っす。ね、1325です。これ五つ星ね。五つ星だよ。みんな買ってね。ご視聴ありがとうございました。